ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね皆さんバージョン 31.20 が来てね、各々ね楽しんでるかと思います。ただそんな中でね、まあ、昨日軽く紹介したレゴパスというものがあるじゃないですか。でこのレゴパスね、値段が 1400Vバックスするわけですよ。でコツコツレベルを上げて報酬を解放していく、そんなものになってるんですけども、これがお金を払って外れだったらどうしようということで、今回ですね僕がね責任を持ってレゴパスのレベルをマックスまで引き上げて、そこに入っているものすべてをね皆さんに紹介していきたいと思います。正直にねレビューしていくので、安心して最後まで見て、そして購入するかどうかをね決定していただければなと思います。ということで年内チャンネル登録者数10万人目指しております。3万人まであと少しということで、まだの方はねぜひともチャンネル登録高評価、そして通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR も合わせてよろしくお願いいたします。それでは早速本編やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。まず、いつものスキンじゃないぞ、ということで気づいたでしょうか。はい、アイアンマンのスキンですね。こちらですね、エピックさんからいただきました。ハッシュタグエピックパートナーでございます。毎度おなじみエピックパートナーということで、めちゃめちゃかっこいいんでね、ショップで見るとこんな感じで、アイアンマンマーク45バンドルって感じでね、売られてます。買うときはね、ぜひともクリエイターサポートお忘れなくよろしくお願いします。そしたらですね、こちらレゴパスのね、メニューに行くじゃないですか。で、これでね、前の動画で、もう僕はね、アップグレードしちゃったんですけど、まだここまで行きつけてないよと。で、クエストそうね、こういう感じで地道にクリアしてってポッチを貯めて、あと多分7日後とかにねクエストがね解放されていくんだけど、現時点では全部クリアしても解放することができないということなんですね。でそれじゃあみんなに正しい情報をお届けできないじゃないかということで、今回は泣きながら課金します。よろしくお願いします。いやマジで本当にね、報酬を購入っていうところがあるんですね。ここを押していただいて、でここにねプラスっていうのがあるんで、ポン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 って押します。そうするともう最後まで買えちゃいます。 1500VBUX 高えよ、レゴパスより高えじゃねえかよ、舐めやがって。ということで責任を持って買いますのでね、皆さんこの動画本当に最後まで見ていってください。ということでいきます。うわくー、買ってしまった。めっちゃいい感じのやつがめちゃめちゃ届いてんだけど、早速これをね実際に設置してどんな感じか見ていきましょう。まあ、せっかくなんでねこのスキンでいきたいと思います。よし、それではゲーム内へゴー。はい、ということでやってまいりましたよ。早速ね見ていきたいと思います。まずこのメニューを開いてフィルターがあるじゃん。ここでテーマでピーリー、これです。7ジャングル、これとトマトテンプル、この2つのテーマがね今回のレゴパスでもらえます。なんでここをオンにしてもらうとそれのみで表示されるようになるのでね、安心してください。ということでフィルターを適用すると、まずこちらですね、7ジャングルの5つの建造物、そしてトマトテンプルの4つの建造物があります。それでは早速7ジャングルの方からやっていきましょう。まずこちら7マナーでございます。コストはまあまあかかりますね。マホガニーが必要になってきますね。いきますよ。でっかい、ちょ待て待て待て、びっくりした、ちょ待て待て、でか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 、びっくりした、えでかやばない、ちょっと立てていきましょう。そしたらね、いやということで、まさかのレゴパスをね有料でお金払って解放するというね、鬼畜の修行をこなしたわけなんですけども、マジで皆さんこれ高評価とねチャンネル登録押してくれないと僕は赤字になっちゃうんで、ぜひともねよろしくお願いいたします。あとクリエイターサポートもね、レゴパス買うときはね本当にしてほしいと、本当にお願い、男の課金したからさ勘弁してほしいですね。ということで、なんかいきなりステージ44まであるバカデカなものがあるんですけど、もう結構この時点で当たりな気がしますけどね。テンプレってさ、だいたいしょぼいバンドルだとさ10とか20とかで終わっちゃうじゃん。工程がさ、もうこれ5個あったよ、5個あって、そのうちの1個が44ってやばくない？結構やばいと思うんだけど、冷静に考えてね。はい、じゃんじゃんいきますよ。やっぱ原住民テーマですからね、皆さんこれ自然が好きな方とかはやっぱりねテンション上がってくるんじゃないかということでございますね。ポン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 といい感じにねしっかりと置いていけてるわけですけども、さすがプロ建築プレイヤー、やっぱ建築のプロなんでこっちはどんだけやってると思ってるんだというわけでございますよ。そしてなんかいい感じですね、本当に見たことのない優しい茶色みたいな感じですね。秋にぴったりだと。はいはい、いいね、黄色い壁きました。そして円形、やばいね、円形がもらえますと。熱い円形のピースってね、マジでレアなのよ。今のところ東大のバンドルとこれしかないかな多分。なんでめちゃめちゃレアものなので、で円形があると面白い建築って結構作りやすいから、ちょっとその時点で結構おすすめかもしれない。わあいいね、屋根もこれいい感じの、これ緑の屋根は見たことないんじゃない、みんな。俺はないんだけど、めちゃくちゃいいよ本当に。緑と黄色のねこのやっぱバナナっぽい色、これ非常にテンション上がりますね。なかなかド派手な目立っていけるようなそんなセットになっておりますね。めちゃくちゃ目が明るいね、すっごい明るいわ。オッ
OK ということで一つ目7マナーこちらね完成いたしました。どうですか、どうですか、すごくないめちゃくちゃいいでしょこれ7マナー。どうよ、ちょっと早速ね入っていきましょう。まず高床なんだね、多分湿気がすごいからさ、ジャングルっていうのは湿気から守りたいのかもしれない。そして2階に登るとこんな感じで大広間ですね、結構広い。そして窓がこういう風についてます、いいですね。ここにも窓がついてていいね、結構見やすい。そして上に登るとこんな感じ、今までの空間とこう垂直っぽい感じでね配置されております。でこっちだね、次いろんなところを見れますと、こんな感じです。本当に360度文字通り周囲を確認できるようなそんな形になっております。そして外観がこちら、やばくね、え、すごいじゃん、めちゃめちゃいいぞ。どうなのよ、めちゃめちゃ良くない？これちょっと俺感動してる今。皆さんどうですか、まだ一作品目ですんでね、これからじゃんじゃん皆さんに見せていきたいと思います。じゃあちょっとせっかくだからさ、今ここ浜辺じゃん、ジャングルで建てていこうかなと思います。ということでバス停を置いて失われた島に行きましょう。さあということでやってまいりました、失われた島でございます。どこに作ろうかね、心なしかこっちの失われた島の方が海綺麗な気がするんだけど、気のせい、めちゃめちゃ綺麗じゃない。まあそんなことはさておいて、早速ね2つ目作っていきたいと思います。2つ目は、はい、こちら7プラザでございます。先ほどがね7マナーだったのに対して7プラザということで、こちらはね11ステージ比較的簡単に作れるものですね。やっていきましょう。でけえって、だからめちゃめちゃでかいんだけど、それじゃあ早速建てていこう。11のでかさじゃないけどね、なかなかいかちいな。いや、あっちゅう間だな、これ。さっきのがもしかしたらめちゃめちゃでかかったのかもしれない。普通に考えてそうか。44って結構、中でも高い方だと思うんだよね。これはシンプルな作りだね。さっきの1階をさらにちっちゃくしたみたいな感じかな。どっちかというと。あ、めちゃめちゃシンプル。思ってた500倍ぐらいシンプルでした。もうできますね、これでね。そしてこれで完成ということで、7プラザ建築完了でございます。はい、見てください、皆さん。よく見るとね、ここにね、顔っぽいのが書いてあるんだよね。めちゃめちゃ可愛い。何この可愛い顔。で、やっぱり1階はこう、高床でございまして、入るとですね、まあこんな感じで先ほどと似たような空間が広がっていますというわけでございます。で、外から見ると一周こんな感じ。めちゃめちゃいいですね。失われた島と結構合いますね。黄色と紫って補色なんだよね。だから、こっちの空間の方がね、なんかいい風に見えるかもしれない。もしかしたら。この組み合わせ素晴らしいですね。ということで、続いて、早速見ていきたいと思います。続いてが、はい、こちら7ホールでございます。こちらも10ステージですね。めちゃめちゃシンプルなんだけど、やっぱでっけえ。で、今回は平屋ですね。早速じゃあ建てていきたいと思います。ということで、皆さんがこの動画を見ているときはね、いつかわかりませんが、まだ始まって間もない頃だと思います。僕はね、これアップデが来た日に撮ってるんで、どうなってるのかちょっと予想もつかないんですけれども、皆さん楽しんでますかと、だいぶ大きいアップデート来たからね、絶対要素遊び尽くせてないと思うんだよね。俺もまだまだこっから撮影して、帝国シリーズもね、たくさん上げていこうと思うんですよ。なんでそこをねちょっと期待しておいてほしいなと。普通に冒険会が上がるかと思います。ということで、はい、喋ってるうちに7ホール完成しました。入り口がねなんかこんな感じで角っぽいのが入ってますね。いいね。で、やっぱり周りにはこの可愛い顔がついてたりして、一周こんな感じですね。で、ここから入るとホールって感じですね。本当に大ホール、集会場みたいな感じかな。民族の集会場みたいな感じで、で、ここからも出れますよというわけですね。なかなか悪くはないですね。高床じゃないのがね不思議だなとは思いますけども、まあ高床じゃないものもあると、たまにはね。ということで、一旦朝まで寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。はい、ということでやってまいりました、デイ2でございますね。続いてのやつ見ていきましょう。続いてが、はい、7ゲートでございます。これが有料の一番最後だね、門なんだけど、これをね置くわけですよ。この辺にね置きたいと思います。はい、どうや、ということで組み立てていきましょう。いや、これいいね。7壁扉右、これ素晴らしいですね。どんな感じになるのか、ちょっと仕上がりが非常に楽しみでございますけども。で、7支柱、あとこれね、キャップ、これがおしゃれだね。めちゃめちゃさすが有料の最後といったところでしょうか。結構おしゃれにねなっております。で、トゲトゲ付きと7柱、これめっちゃいいね。このキャップとこのね飾り、こいつらが非常におしゃれだと。トゲトゲもねたまんないですよね、やっぱり。こうして、はい、 OK ということで、7ゲート完成でございます。内側から見るとこんな感じかな。で、扉付きなんだね、こんな感じでいいですね。で、こんな感じで外から見るとこういう風に見えますよと。結構レゴの目線からするとめちゃめちゃ怖いね。意外と迫力があるというわけですね。素晴らしい。7ゲートがこんな感じでございます。一周回ってみるとこんな感じ。まあなかなかねいいと思います。これをねガーって広げてったら相当な迫力になると思うから、やっぱり有料っていうのはねそれだけ力があるというわけですね。そしたら続いてラストですね、7ハットでございます。これめちゃめちゃ簡単、8ステージしかないんですけども、早速ね立てていきたいと思います。ちょっと邪魔かな君たちは。 OK、
ケー。そしたらここに作っていこうかな。7ハットということで、ポン。さあ作っていきましょう。8ステージ、たったの8ステージですよ。めちゃめちゃ早いこと終わるんじゃないか。はい、もうポンポンポンで1ステージ終わりでしょ。でこれとこれで2ステージ、はい、3ステージ。めっちゃ簡単だね。最初が一番重かったな、普通に。ボリュームが満点だと思っていたが、実はそんなことはなく、最初だけがめちゃめちゃすごかったっていうね。ということで7ハット完成いたしました。見ていきましょう。これはね、高床ですね、例に漏れず。ただめちゃめちゃちっちゃいと。でこう登っていくとこんな感じでね、こういうジャングルの中での一般市民みたいな感じなのかな。で多分こういう家はなんか族長みたいな、ジャングルの中のなんか民族の族長みたいな強い人が住むというのがね伺えるんじゃないでしょうか。ということで、まあ全体的に見てみるとこんな感じで、いいね、結構統一感があってなかなか素晴らしいんじゃないかと思います。どうですか皆さん、こちらの建物結構魅力感じませんか。ということで、とりあえずね、こちらの7ジャングルのテーマはひとまず見終わりました。そしたら続いてですね、こっちの方が気になってる人多いんじゃないかな、トマトテンプルシリーズ、こちら見ていきたいと思います。ステージ数を見ていくと、こっちがねとんでもないのよね。こっちは比較的簡単だったんだけど、トマトテンプル、こっちがやばいんですね。でトマトテンプルって多分有料の方が多いから、さすがボリューム感満点といったところでしょうか。最低で21ステージなのよ。やばくない？21、34、そして40、59、これや結構やばい、結構まずい量なんですけども、早速ねやっていきたいと思います。これはやばいぞ、マジでやばいと思うんだ。ということで、じゃあまず1個目、一番簡単なやつ、ザ・ホットハウス、こちら見ていきましょう。見て、なんか柱がめっちゃかっこいいんだけど、もうすでにゼスティ範疇、もうわけがわからない。ちょっとこれはやばいね、早々に結論出そうだぞ。これもうだってかっこよすぎるもん。見てこれ、めちゃめちゃすごいんだけど、どうですか皆さん。しかもね、金をふんだんに使うんですよね、このトマトテンプルシリーズっていうのは。今もこれ金のインゴットをね材料としてるんですよ。結構高級品なんだね。まあ、寺院ですからね、神聖なるものだと。すごい、床盛り上げるんだ。えぐ。え、すごいんだけど。ゼスティ壁、ソース仕上げ。ソース仕上げってなんだよ。トマト柄のね、壁なんかもあったりして、めちゃめちゃすごいね。で、屋根も、こんな感じで、来ました。で、何これ何これ、あ、ここ、え、すげえ、こんなところまで凝ってんの、めちゃめちゃすごいんだけど。これはこだわってますわ。めっちゃ晴れてるし、めっちゃ色綺麗に見えてきた。え、やばい、一気に魅力が増した。ザ・ホットハウス建築完了でございます。早速見ていきましょう。まず外見からいきましょう。窓の部分がこうトマトになってますね、めっちゃ可愛い。でこう一周見てみると、はい、こちらにはもうトマトがありまして、金色のねやっぱり施しがなされています。でこれ自動ドアなんだ、あ、これやばいかも、これみんなやばい、え、すごいですこれ。でこんな感じでもう、あーすごい、めっちゃ綺麗、内装も王様っぽすぎるもんな、この内装。いや結構マジですごいぞ。まだこれ1個目だよ、早々にすごいことが分かってきてしまったのかもしれない。ということで以上1つ目、ザ・ホットハウスでございます。そしたら続いていきましょう。トマトテンプルですね、こちら。いや気になるんじゃないでしょうか。もうやばいけどね、まあ、でかすぎだろ、どうなってんだマジで。2個目からもうぶっ飛ばしすぎてんだけど、マジ今から俺39ステージ作るの、これ非常にまずいっすね。早速やっていきましょう。もうパッパと作っていきますね。はい、ということで2つ目トマトテンプル完成しました。なんと夜になってしまいましたね。ちょっと一回寝ましょうか。めちゃめちゃすごいよマジで、楽しみすぎるけどね見るの。おやすみなさーい。おやすみということで見ていきましょう。こちらトマトテンプルになります。まずですね、正面にめちゃめちゃでかい階段があると。でここでいきなりこの一番上の空間に来るわけですね。住居というよりパビリオンって言った感じですかね。でここから入ると1段目に入れますよといった感じですね。これが正面だと思うんだけど、正面は一番上につながってて、それ以外の面は中段につながってると。で動線はつながってなくて、上がりたかったら一回正面までねこうやって戻ってこなきゃいけないよという、そういうものになっております。なかなかこれかっこいいですね。めっちゃかっこよくない？やっぱりさ、この金色、いい味出してるよね。金色ってだってめっちゃ豪華じゃん。てか、あった今まで金色の建築なんて多分なかったんだよ。金色があることによって、このめちゃめちゃゴージャスさが出るというか、伝わるかな？この嬉しい感じ。めちゃめちゃいいね、これ。これがまだ2つ目なのよ、でかさで言うと。あと2つあるからね。ちょっと早速見ていきたいと思います。ということで、続いては、ピートおじさんのピザパビリオンということでやっていきましょう。ちょっと待って、まためっちゃでかいんだけど、これ。でかすぎるよ。はい、でかすぎるパビリオンですね。早速作っていきましょうか。そしたらね、よし、早速それでは元気に作っていきたいと思います。これもねパパッと作っちゃいたいと思います。いきます、ゴー。
はい、ということで3つ目ピートおじさんのピザパビリオンできました。ちょっとこれ作っててね思ったんだけど、これすごいよ、マジすごい。っていうのもですね、柱これがですねすごいんだよね。ここまで伸ばして、そしたらなんか柱の素材でこういうデコレーションの上になんか半壁、こういうやつを使って、その側面に対して半壁でこう囲っていくみたいな、わかる？この空いてるんだけどこの柱は実は1個上に積み重なってるみたいな、この凄さめちゃめちゃすごいのよ、マジで。作ってて感動したんだけど、こんな感じでねパビリオンできました。すっごくない？いやこれは空有料ですわなって感じですけども、中にもね早速見ていきましょう。こんな感じでねめちゃめちゃすごいのよ、マジ迫力がなすぎる。でここに多分宝箱とかね1個置いてあるんだろうね。でこんな感じで上にも行けるのよね。でこれさ建築学科的な話になるんだけど、こういう通っていくこの道筋の先に行き島があるようにすると美しいよねっていうお話、目線の先も面白くできますよというわけでございます。すごくない？この景色にこれ、いや合うでしょ、これは合うに決まってるよね、そりゃすごいですわ。ちょっと今までで一番良かったね。ということで最後ですよ、続いて大本命と言っていいでしょう。続いてはこちらゼスティジックラト、これですね。バカでかい、ちょっと待って待って、でっか、なんか重い、でかすぎて。ということで一旦置いていきたいと思います。ポン。いやこれやべえわ、マジででかい。59ステージってあの一番最初にやったやつよりも全然多いもん。ということで建築テンプレートはねゼスティジックラトでね終わるんですけれども、まだまだねこれ実は家具やらなんやらもついてくるんですよ。これやばくない？すでにお腹いっぱいな気もするけど、一応ね紹介したいよねって思いながら最後にちゃんと軽く見せていくんでね、安心してください。ということでじゃあ早速この最後の建築テンプレートゼスティジックラトを作っていきたいと思います。よし、はい、ということでゼスティジックラと完成いたしました。見てくれよこれ、やっぱくね、めちゃくちゃでかいからね、ちなみに下から見ると。ということで早速見ていきましょう。まず1階の扉開くとこんな感じでございます。もうめちゃくちゃ複雑、もうザ多柱室って感じだね。柱がいっぱいある部屋ね。でいろんなとこにもう扉があってさ、雰囲気が本当になんかお宝が眠ってそうな、そんな雰囲気でございます。ここを入ってもういろんなとこに入り口があって、この柱にもねちゃんと装飾があって全部金なんだよね、めちゃくちゃすごい。でまあ例のごとくここからはもう広い吹き抜けみたいな感じで、ちょっと穴開いてんだよねここからね。でここから一番上に行くことはできないんだけど、一番上に行くためにはさっきと同じでここを登っていくと、そうするとこんな感じで一番上の空間にたどり着くことができますと。そしてねなんかこれ仕様なのか分かんないけど落とし穴みたいな感じでここが開いてんだよね。こうこれ見てほらめちゃめちゃ普通に入れるのに、入れる大きさの穴が開いております。はい、こんな感じですね。それが左右に開いてて、で上から見るとこんな感じっていうところですね。めっめっちゃでかいし超かっこよくない？これどうですか、あまりにもかっこよすぎない？これはさすがにこの赤と青、青がね地味に入ってるんでね、このピースにこの青がね赤を引き立ててて、もう素晴らしいと。結構これ今までの建築の中でもトップレベルなんじゃないかっていうぐらい凝ってて、非常に作っててね楽しかったです。これやばいね。そしてここからなんだけど、まあ皆さんにね約束した通り家具もしっかりと見せていきたいと思います。ということでまずはこちら家具のベッドですね。シングルベッドとダブルベッドがバナナとトマトに一つずつあります。はい、ということで見ていきましょう。まずトマトのシングルベッドがこっちで、ダブルベッドがこっち、こんな感じでね広々と寝ることができます。いいですね。でこっちがシングルベッドで、こっちがバナナのダブルベッド、大きいですね。結構贅沢なこのスペースの使い方ですね。広いお家に住んでる方はねぜひともこちら使っていただければなと思います。そしたら次に机とカウンター、この辺ですね、めちゃくちゃあるんだよね、バババって並べちゃうね。でまずこちらが机ですね、トマトの机かな。でこれがゼスティエンタク、これもあれですね、トマトのやつで、これがバナナのやつかな、足がバナナなんですよこれ実は。でこっちがトマトのテーブルの大きいバージョンで、これがバナナのテーブルのちっちゃいやつで、これがサイドテーブル、エンドテーブルかな。でここからカウンターですね、バナナのカウンター、トマトのカウンターって感じでこうなってって、でトマトのカウンターで、バナナのカウンター大きいで、コーナーのトマトのカウンター、そしてバナナのコーナーですね。でここ手洗い台はバナナしかないですね。こんな感じで流し台っていうんですけど、ここは7ジャングルカウンターのシンクっていう、これしかなかったですね。そしたら次椅子です。椅子もめちゃくちゃあるんですよこれ。はい、ということでまずこちら椅子のところですね、ゼスティスツール、ゼスティチェア、そして7ジャングルチェアということでこんな感じでございます。めちゃくちゃ可愛いね、これいいんだけど俺の一押しはこれかな、バナナの椅子、これめっちゃ可愛いなんかすごいね、いかにもバナナからなんか出てきそうなそんな角度してますね。こっちに向かって全部同じ方向向いてるからめちゃめちゃ殺意高いですね。そして次はソファーですね、ゼスティリラックスチェア、7ジャングルソファー、ゼスティソファーという感じで、こんな感じでね本当に立派なソファーがねあります。めっ
っちゃでかいし、めっちゃ豪華だね。これさすがにすごいぞ。そして次にベンチですね。これはまあラフに座れるよと。これかわいいね。ベンチのこのバナナのやつ、これめちゃくちゃいいですね。そして次が水道設備でございます。もうマジでやばい。多すぎる。これさ、明らかにお得だぞみんな。もうやってて思ったんだけど、1400 V-Bucks だからね。別に課金しなくても使えるから。ということで水道設備、こちらでございます。使用って出るけど、使えませんね。なんか使えないです。これはトイレかな？お、バナナトイレいいですね。おー、すがすがしいですね。で、これもトイレ。これはトマトトイレかな？で、これはトマトのお風呂かな？すごい、かわいい。トマトのお風呂。これめちゃめちゃいいじゃないですか。どうですか皆さん、これ。惹かれますよね。王様が入ってそう、このお風呂は。そしたら続いて照明です。照明もめっちゃあります。さあ、テーブル用ランプから何から何までめっちゃあるんでね、置いていきましょう。はい、ということで、まずこちらですね。トマトの可愛い、この、わかる？このめっちゃちっちゃいんだけどさ、トマトなんだよ。トマト型の照明とバナナ型の照明。そしてこれもトマト型の照明ですね。で、こっちが置くタイプの、縦に長いタイプのランプだね。バナナランプと火のランプ。そして壁掛けのタイプが3つありまして、壁掛けのトマトが可愛すぎる。めっちゃ可愛いこれ。で、バナナですね。垂らすバナナのライトと壁掛けのバナナの松明。そして天井から吊るすタイプで、このトマトのね、照明があります。これめっちゃ、めっちゃ可愛い。わかる？この可愛いの。ちょっと見てほしい。見てこれ。やばくね？これ。めちゃめちゃ可愛い。これ。ちょっとこれは本当に惹かれるね。なんか照明毎回なんか当たりなんだよな。そして続いて収納が一つだけありまして、7ジャングル衣装ダンス10個まで入りますよと。普通にいい感じの収納ですね。10個入ります。はい、こんな感じで入れておきましょうか。で、裏から見るとやっぱここはね、壁にくっつける想定なのかなと思います。のっぺりしてるというか、何もデザインがなくて、表から見ると可愛いですね。下にもちゃんと扉がある感じで、これはおしゃれだと思います。そして装飾ですよ。ゼスティアンフォラとゼスティ初期館部屋、この辺がちょっと中二病心をくすぐってくるというか、見てこれ、これやばくない？初期館部屋、これめちゃめちゃかっこいいぞ。そして絨毯です。5種類あるんだけど、絨毯ゼスティ絨毯バカでかいしね、めっちゃかっこいいよこれ。ゼスティ正方形絨毯、バナナの絨毯で、これはピーリー絨毯ですね。見てください、ピーリー絨毯かわいい。見てくれ、俺に似てるだろう。かわいいですね。ピーリー絨毯とゼスティ絨毯の大きいやつとちっちゃいやつ、そして完全なバナナの絨毯ですね。あとは7ジャングル絨毯っていう名前の可愛い絨毯でございます。これめちゃめちゃ可愛いな。そして壁の装飾もなんとあります。7ジャングル装飾っていう名前でね、バナナとこのなんかバナナが尖ってる、生えてきてるみたいなやつと、ピーリーのやつ、これめっちゃ可愛い。見てくれ、ウリ2つじゃねえかよ。見てくれよこれ、めっちゃ可愛い。これがロボット型のピーリーみたいになっちゃったのかな。で、これがトゲトゲのやつですね。壁の装飾までついてきます。そして植物も4種類いきます。植物までついてくるんだね。まあ植物だからさ、バナナもトマトも言うて、こんな感じで4種類いきますね。めっじゃあいい。これなんかさ、街の建築に使えそうだね。これだけなんか現代風じゃない？めちゃめちゃかっこいいんだけど、どうでしょうか皆さん、どれが一番お気に入りでしょうか。そして彫刻、ここ熱いね。彫刻、まずゼスティ人形トマトヘッドですね。そしてゼスティ柱で、ゼスティ胸像で、7ジャングルのドラ、あとはさっき建てたね、ゼスティジックラトのリルって書いてある、もっと大きいやつだね。これは四方に階段があるんだけど、これは1個しかないね。本当はこれも作れるんだろうねっていう感じですね。あれは一方向しかないんだけど、これ4方向あるのよ。これが多分最終究極形態みたいなやつかな。もしこれね、作れた方いましたら、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。こんな感じね。これめっちゃいいぞ、普通にめちゃめちゃいい。これは可愛いぞ、さすがに。で、なんと電化製品もあると。皆さん、テレビがあります。やばくない？テレビはさすがに、テレビまであるんだ。しかもバナナのバナナの方だけね、やっぱり文明が進んでると。なんかトマトの方なんか古臭いじゃん、寺院だからさ。やっぱこっちはハイテクですよと。バナナ陣営はね、素晴らしいと。そして屋外で3種類ですね、タペストリーやらなんやらありますと。まあ、これがタペストリーなんですけど、これいいね。これ日よけ、これめっちゃいいね。なんか使い方によっちゃいいものできそうですね。トマトテンプルシリーズの生地の日よけでございます。ということで、以上すべてのインテリアも紹介し終えました。ざっくりとね、紹介したんですけども、皆さんどうでしたか？たっぷりすぎない？あまりにも。ちょ、待って、こっから見るとやばいね。めちゃくちゃあるわ。盛りだくさんでしたね。僕的な最終評価を言うのはですね、まあエンディングで言うんですけど、まあもうみんなわかるよね、なんとなく。これはみんなもね、ちょっと満足しちゃったんじゃないかと、僕個人的には思いますね。はい、ということで今回ですね、バージョン 31.20 で追加されましたレゴパスの内容物すべてをね、公開していきました。もう文字通りすべて。収録1時間以上かかっております。すごいってマジで。だって全部組み立てるだけで1時間かかるんだよ。そりゃあね、お金もかかってますわというわけですわ。ということで、僕の結論としては、これで 1400V-Bucks は安すぎるという結論に至りました。いや、安すぎでしょ普通に。普通に考えてたよ、今まで2000とかさ、2000何百で買ってたバンドルよりもよっぽど多くの内容、そして質の高
高いもの、そしてこの隙までついてくるからね、これついて1400はさすがにバグってるとしか言えないんじゃないでしょうか。ぜひともね、皆さん今回のこの動画参考にしてね、レゴパス買うか買わないか判断材料にしていただければなと思います。僕としてはこちら非常におすすめです。マジで大満足。そしてこちらのレゴパス買うときはね、クリエイターサポート AFR お忘れなくよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のこの動画いいな、面白いな、参考になった、レゴパス買います、もしくは買いましたっていう方ですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。